んにちは。こんにちは。10月？こんにちは。12時です。お昼でございます。昨日の朝振りなんで24時間ショールーム24時間ぶり。2日間ありがとうございましたね。ありがとうございました。イベント2日間、とリアルは最高でした。やったね。ね。あ、もうすぐ広島。おー。こんにちは。私は昨日帰ってきたら0時過ぎてたので配信できない時間に帰ってきて、みょうりんとお話めちゃめちゃしてるよ。結構ずっと一緒にいるんですよ、控え室で。みほりんと何話したかって言われたら何話したんだろうってなるけど、結構昨日もね、席2人席一緒だったんです。各テーブルに2人なんですけど、みほりんと一緒のテーブルで2人だった。お疲れ様でした。そうなんですよ。今日はね、そう、まあ、昨日0時過ぎぐらいに帰ってきて、まあすぐお風呂入って寝たんですよ。でもしかもめちゃめちゃ久しぶりに目覚ましを入れずに寝てしまって、もう寝落ちですよ多分。お風呂入ったんです。お風呂入って入ってるでしょ。お風呂入って、そう、ベッド入ったらすぐ寝てしまって目覚ましを入れずに、やばいじゃないですか、今日レッスンなのに。だから朝起きた瞬間にやばいレッスンと思って起きたんです。そう、まあね、おはようついたね、まあ、ちょっと遅刻しましたが、なんと8時10分ぐらいに起きれて、そう、すごくない？偉いと思う。無意識に8時10分に起きたんですよ。ギリおはようついても間に合う。そう、しかもレッスン昼からなんですけど、そう、私ねひどい時は夜起きたりするから、レッスン遅刻したかなと思って急いで時計見たら8時10分。そうで目覚まし入れておはようツイートして二度寝しました。ヤスルパンさん、ありがとう、ギフトありがとうございます。ミキヤくん、タコありがとうございます。あれがいなくなってる。あった。そう。ね、すごいよね。よかった。そう、レッスンがさ、もうこの後なんですよ。だから余裕でさ、目覚まし入れてなかったらいつも寝てる時間だから、昼過ぎなんて。そう。レッスンはこれから。ね、でも1時とか2時とかっていつも寝てるからさ、怖いよね。よかったです、起きれて。あ、アバター出た？お、まだあるんだアバター。長いアバター期間やったね。そう、今日は夜までレッスン、いよいよ始まりましたよ。今日から6周年。
あと2週間ですからね。今日は夜までですね。こんにちは。だから次の配信は結構夜遅めかな。かわいい、ありがとうございます。寝起きですよ。眉毛ぐらいメイクしとこうかな。クレンパサランさん、ファイト、ありがとうございます。ありがとうございました。イベント本当に昨日の今日でがっつりですね。何時間あるんだろう。あ、でも言うて5、6時間ですかね。ミキヤくんファイト、エホーキノさんファイト、ありがとうございます。途中ね、休憩今日があるので1回行って休憩で2時間ぐらい。今日はなんか目がはっきり開いてる。もう一瞬で目覚めましたからね。やばいと思って目覚まし入れてないから、起きた瞬間に思いっきり目が覚めたんで目覚めよかったです。スルパンさん、タコ、ありがとうございます。ショールームのリカちゃんも可愛いが、バリバリアイドルのリカちゃんはやっぱり可愛さ増す。やった、実際の方が可愛いってこと。あ、私寝起きいいですよ、めちゃめちゃいい。吸っておきます。昨日はお疲れ様、ありがとうございます。確かに体内時計、確かにこんだけね、もうツイッター始めて毎朝8時に起きてたらそりゃ8時に起きるか。火曜以外は8時に起きてますもん。火曜もおはようメールあるけん9時には起きるし。確かに母ちゃんが好きって父ちゃん、私は母ちゃん好きですね。父ちゃんはでもちょっと帰りたい。今日はね、家族の夢を見ました。ちょっと全然実家に帰れてなくて。実物に会うとより可愛いだって。はーい、会いに来て。じゃあみんなちょっと眉毛描きます。こんにちは。初桃ちゃんなっちゃん、そうだよね。どうだった、グループお話し会。あれは CD1 枚で1枚なの。まあでも程よい、なんか程よい秒数で、なんか3人。こんにちは。あ、1枚で1回。え、じゃあ割とお得じゃない？15秒なのかな、結構
構なんか喋れるじゃん、なんか一人なんか20秒ぐらい喋った気分、15秒なんかなね、普通に会話できた。ちょっと鏡がうるさいです。あ、15秒なの？へえ、なんかリアルやったら結構喋れた。オンラインやったら15秒って挨拶で終わるんですよね。一人ずつ喋れたよね、割と内容のある話を。そう、髪型違う、今眉で描いてるんですよこれね、眉で描いてる。でこだしなんかしませんよ、お姉さんみたいこの髪型。眉毛描いてるだけだよね。意外とさ喋りたくない？オンラインやったらさ、1枚やったらさ本当になんか一瞬の感じするけど、リアルだったら結構喋れた。誰のデコか私は出しません。こんにちは。姉さんみたいな。その髪型もいい、マジ。デコ。前髪伸ばしたら姉さんっぽくなる。昨日はお疲れ様、ありがとうございました。手紙送る？お、待ってます。誰だ、大人っぽいよね、姉さんって感じ。え、なんかリアルの方が長かった、なんでだろう。なんか内容ある話できたんだよね普通に。かわいい、ありがとうございます。あ、でもちょっとうるさいからね、ちょっと聞こえづらいのはあるかも。みきちゃんくんかわいい、ありがとうございます。覚えて、声が、あ、声が出なくなった。こんにちは。覚えてるって、覚えてるよん、覚えてるよん。マイクの調子悪いっていうか、でも周りがねめちゃめちゃみんな喋ってるじゃん、同時に3人が、同時に3人が喋るからさ、だからそう、同時に3人が喋るじゃんね。私が終わったら次ももちゃん行く方がいるのと、ももちゃん終わったらなっちゃん行く方がいるから、3人が同時に喋ってるのこの近くで。そうだから覚えてるって。誰だっけ、よどむさんかわいい、ありがとうございます。3人同時だから、そう、コールセンター。いらっしゃいませ、こんにちは。覚えてくださってるんですかって。ちゃんとね頻繁に来てくれたらね。3人が1つのマイクではない、1人1つマイクはあった。あ、そうなんだよ、マイクね、そうなんだよ、マイク低いからさ、私のなんかテーブルの上にマイクが置かれてるんだけど、私の足とテーブルの高さが一緒なんだよね。だからさ、私足この腰ぐらいにマイク置かれてるから、まあちょっとテーブルは足と一緒の長さだったんだけど、まあちょっと台があってマイクがあるから低いんだよね。だから
こえるようにしようとしたらあれなんですよ。このテーブル私の足の長さと一緒じゃんって思った。そうない、あ、ね、低いの。こんにちは。そう、1個ね台はあるんです。机の上に1個台は置かれてるけど、それでもちょっと低い。へえ。あ、でも私のファンの方の背高い方とかもマイクに向かってなんだろう、前かがみになってる。マイクに直接喋りかけた方が聞こえるからね、身長高い方は結構こうやってリカちゃんってなってる。前かがみしてもね、思った、めちゃめちゃ前かがみしてたよ。マイク持てない。そう、だから。でも平均身長に合わされたのかな。ね、平均身長ぐらいの方とかそのままで、多分平均身長とかに合わせてるだろうね、スタッフさんが貼るときにマイクを。え、メンバーとの距離近くなってた、近くなってた、近くなってた。前2メートルやったけど、あれ1メートルぐらいやったよね。近かったもん。って言ったら地声聞こえる、マイクじゃなくて。男って170ぐらい、平均173ぐらいじゃない。172、3な気がする。ロスです。じゃあ毎日見れるよ、ショールームでは。またお話し会ね、月に3回、月にぐらいだから、お話し会で定期的に喋ろう。あと2センチ足りん。170なのか、170ぐらいなんじゃない、あのマイクちょうどいい方とか。でも女子の平均が158、昔は。でも今なんか高くなってるんだよね、女子の平均160ぐらい。うーん、何それ、星になってるけど。平均か、嘘、なんかでかく見えるけどね、宇和島の時にでかく見えたけど。そう、最近の女の子ね高くなってるんですよ、だから平均が上がってるの。ゆきりの後にももちゃんだから高低差感じたね。そう、誰かファンの方がもなんか私と喋った後にももちゃんなんですよ、あれ座席番号順だから、宗行、日線、渡辺だったんですけど、そう、私と喋った後にももちゃんのとこ行くね、会話聞こえるんですけど、そう、わあももちゃんちっちゃくて可愛いねって言ってらっしゃって、それ私が隣におるからやと思って、小ささを引き立てとるの思った。私が隣にいるからさ、小ささがより伝わるっていう。隣にでかいやつが、一番でかいやつがあるけさ、めっちゃ多分小さく見えたんだろうねって言ってる方がいた。高低差、ももちゃんどこって言うと
ぴょんぴょん、そんな小さいいじりを。マイクに隠れてた、マジ。へえ、そんな身長差あったっけ。背が高くて可愛いよって、そんな無理やり褒めなくていいですよ。無理がある。だから背高かったら可愛いじゃないでしょ。あ、ももちゃん推しの方でしたよ。ももちゃん推しの方。あ、私のファンの方じゃないですよ。でも意外とね、みんな揺らがないね、ああいうので。もうさすがにね、4年目だから、ちゃんとももちゃんファンの方はももちゃんを見てるし、なっちゃんファンの方はなっちゃん見てるしみたいな。わ、なっちゃんに見られてるから喋りづらいって言ってる、なっちゃんのファンの方とか。私160ぐらいじゃないの。そっか、小さい可愛い、大きいはなんか身長高かったら可愛いっていうよりは綺麗系な気するけど、ちょっとあんまね、配信に集中しすぎたらレッスン遅刻するから時計を見なきゃ。なっちゃんも低いね、156ぐらい。みんな結構一途、推しと喋りに来ましたって感じの。育った育った、私は160じゃないです。可愛い好きで。胸焼け器は背高いのってよく聞かれるんですよね。それもよく聞かれす、よく聞かれすぎて、声がよく聞かれすぎて、私のファンの方は私の身長を家族の把握してるぐらい。家族ね、まあ高いですよ。お父さんお母さん平均身長を超えてるんで。183めっちゃ高いじゃん。ミキヤくん、かわいいギフトありがとうございます。母はね、163、4ぐらい。お父さんが170後半です。180はない。ライブ後にすぐ感想を言えるのがね、自然と私、次私見れました？どこいるかわかんないじゃん、初めての曲だから。ゆきりかどこってなるよね。まず見れましたかね、私のこと。弟はね、173。お父さんでかいんや。お母さんもでかくない？164って。お話し会の再販13時までだって。まだ買えるよ。どう？楽しいよ、お話し会。望遠鏡？そう、最初はね、みんなから見たら右ら辺にいるので、まあ、サビも右だね。でサビの途中で真ん中に行って、 1.5 だから真ん中、真ん中に行って、で 2A2B も右に寄って、最後サビは左。そう、しかも前だったんだよね、前。そう、一番ラストは後ろだけど。サビ途中は真ん中のどこら辺、すぐ見つけやすい、よかった。それはにいたから遠いって思ったら最後見やすいとこ。そうそうそう、最後の方はね、ずっと左。結構見やすかったね、あそこは。見やすいよ。運転するのでまたね。船降りとかは右しかいないからね、左行かないから。船降りはそう、あ、逆か、私から見たら右だから、ファンの方から見たら左。船降りは左しかいないんで。
ペダルは右だけ。自然淘汰主義、次はいつやるんだろう。6周年かな。楽しいんですよね、自然淘汰主義のダンス。船折りはずっと片方にしかいない。サイン会申し込んだ。お、ね、サイン会も待ってます。ショールームで宛名とサインと一言を書いた生写真、限定生写真が届くサイン会 CD1 枚で1枚買えます。1時まで。6周年やるやろな、どうやろな、分かんない、まだ瀬戸に把握できてない。こんにちは。あ、広島帰ってきた。やったね、おかえりなさい。宗行さんの男が出ました。どれどれ、私の13時までね、あと30分。こんにちは、こんにちは。胸息持ってる人結構増えてるじゃん。男女3人。いや、男女3人。こんにちは。あ、4人か。4人いる。ね、チャレンジだからカプセルもね。もらってきてください。名古屋までもう少しだ。何で帰ってるの、それは新幹線。ゆきりかわたじゃない、あや。いつか出るよ。こんにちは、こんにちは。私も出ないから。あ、新幹線か。新幹線4時間ぐらいかかるよね。4時間半か。4月のお話し会、特におすすめの日とかあるんでしたっけって。一番早い日、今から。もうないけど。いつだろう。今申し込める一番早い日です。まあ、お話し会申し込みってして一番最初に表示されてるね。もう監視アーク開かないからあれなんですけど、4月30はガーリー系の私服だった気がする。ナースとかあったかな、4月は。でもそれはもう無理なんかな。4月15、でもどれもおすすめです。全部違うので。
6周年の後とかのお話し会でね、それについて喋るとか、15日とか。こんにちは、こんにちは。配信は35分ぐらいに壇上読みます。レッスンに行ってきます。35分に壇上読んで終わって終わります。私服の日もね、私服もこだわってるので、もういつでもおすすめ、何でもおすすめ。コスプレの日もおすすめだし、私服の日もおすすめです。遅刻はないです。話し足りなかったのでね、話そう話そう。そう、着やすい日、どの日もねおすすめだから。夜配信しますよ。うん、でも10時とかかな、早くて。遅かったらもうちょい遅い。まあやります。こんにちは。こだわりの私服なので。了解です。じゃあそろそろ壇上読もうかな。あ、4月15日がナースだって。で、4月16日は文学女子だから、和風なメガネの文学系、ベレー帽とか。昨日はお疲れ様でした。ありがとうございました。文学系女子だからね、ベレー帽、メガネ、三つ編み、ロングスカートみたいな、そっち系の本持ってるような感じです。こんにちは。ってことで、じゃあ壇上読みます。13位ゴーエイズさん、12位タカヤンさん、11位カズヒロさん、10位茜色のマントをまとった名前が表示できない。続き、ありがとうございます。てんてんてんになってる。9位シーキチさん、あ、変わった。11位シーキチさん、10位カーリーさん、9位もやしもんさん、8位ミキヤくん、7位ウドムさん、6位おてもちゃん、5位ジュリボーさん、4位カリタン、3位ポクレンパサナさん、2位モップさん、1位ヤスルパンさん、ありがとうございます。ってことで、6周年のレッスンしてきます。は、初だ、6周年のレッスン。レッスンしてきます。また帰ってきて配信するので、夜。またね、お仕事頑張ってね。昼休憩の方とかもいるよね。頑張ろう。ってことで終わります。ありがとうございました。